あんたは。お前だ。何しに来た？闇は私だ。ここは私の世界。お前のいるべき場所ではない。なら俺はどうすればいい？俺はあんたなんだ。いや、こんなことを言うのはおかしいか。そもそも俺は存在しないんだからな。お前がそう望む限りはな。どういうことだ？言ったはずだ。ここは私の世界。私とお前はこの場所にいる。そう、お前は存在しているのだ。ただ、自分で自分の存在を否定しているだけでな。世界はまだ、お前を必要としている。お前を待つ者がいるのだ。お前は限られた命であったとしても、生きることを望むか。あんたの望みは何だ？見返りに何を求める？私が望むのは、世界。そう、真なる世界。そのために、お前には全てを背負ってもらう。いや、お前だけではない。お前を待つ者たちにもな。お前の決断一つで、全てが決まる。全てを背負う覚悟はあるか？俺が今までしてきたこととどれだけの違いがある？俺に背負えるものなら世界でも何でもどんなことでも背負ってやる。そのために恨まれ憎まれたとしても、それが俺にしかできないことならな。私の問いに対する答えにはなっていない。覚悟ならある。ならば試してみるとしよう。お前が真実と共にあることができるか。さあ受け取るがよい。お前の魂を治めるための器を。あんたの伝言通り来たぞ、カオス。カオス。そうか。俺は。様子がおかしい。もしかして。どうやら戻ったようですね、グレイ。グレイだと？あれはカオスではないのか？イバ様のおっしゃる通りです。
ああ、よかった、本当によかった。感傷に浸っている暇はないぞ。せっかくの感動する場面だってのに、神ってのは少しも気遣いってもんがないみたいだな。グレイ、お前の魂はお前のものだ。だがその肉体は仮初めの命を宿す器に過ぎん。残された時間は少ない。そして進むべき道は険しい。それでも行くか。言ったはずだ、全てを背負う覚悟はあると。神相手に随分大層な約束をしたものだけど、悪くはない。私もその覚悟ってのに乗らせてもらうよ。グレイ、私たちがいること忘れないでね。お前だけに全てを背負わせるかよ。では背負えないものでも、力を合わせれば背負えないものはありません。ここまで来たのだ、最後まで共に行くぞ。私は最初から決めてたから、お兄ちゃんとならどこへでも行くって。カオス様、私は行きます。ここにいる者たちと共に。お前たちに背負えるのか。その事実を知らずに、どのような結果がもたらされるのかも知らずに、できるのか。お前たちに怠惰と享楽とに浸りきった者たちを導くことが、安寧の中で繁栄を享受してきた者たちに真実を受け入れさせることができるというならば、その覚悟を示せ。安易な道などありはしない。真実を知り、受け入れられないならそれまでだ。俺は自らの手で道を切り開こうとしない者に手を差し伸べるつもりはない。ならば自らのその手で真実をつかみ取るがよい。誤信を打ち、私にその魂を捧げよ。私はこの先に広がる世界で待つ。彼らと共に来るがよい。神ってのはなかなか洒落た奇跡を起こしてくれるもんだ。まさかあんたは。真の主人公ってやつは最後の最後、一番おいしいところを持ってくもんだ。おやじ、なんで。悪いが、てめえに美味しいところをくれてやるつもりはねえよ。シュバルツも。ああ、もう何だってんだ。私たちのことも忘れないでもらいたいわね。
私たちもお手伝いします。未来は見るものではありません、掴むものです。自らの手で勝ち取るのです。真の世界をね。皆さんにならできます。この世界は俺たちの世界でもある。だが俺たちは真の世界にあることはできない。俺たちの世界にいる間は手を貸そう。あとはお前たち次第だ。さあ行くぞ。